嘘。じゃんじゃかじゃーん、はい、絶好調のアラッキーです。セブンイレブンのホットコーヒー買ってきました。私いつもね、こちら L サイズを買うんです。180円、大きなね、コーヒーよ。いいなー、このね、朝の一杯がまためちゃくちゃうまいな。マジで癒されます。で今回ね、天気もいいし、ちょっとまあぶらり散策旅に出かけようかなと思いまして、今ね車に乗り込んで出発いたしまして、すぐ近くのね、まあ、セブンイレブンに立ち寄り今コーヒー買ったんですけどもね、今日はちょっと大分県別府市の方にね向かおうかなと思っておりますので、まあまあね、はい、よいしょ、よいしょ、別府にね向かっていきます。はい、ではではね、はい、今ね大分県別府市で入りました。今現在山あいの道路を走行しているんですけどもね、このまま進んでいきますと別府市のね、明晩温泉街に向かいます。というかね、まあ、その明晩温泉街を通過する形でございますね。はい。私自身、こっち側、この山あいのね、道を走行するのが好きなんですよ。ロケーションがすごく綺麗でね、まあ、自然なね、景色をね、眺めながらね、ドライブができるということでね、結構まあ私的にね、はい、山あいの道路をね、まあ、走行しながらこの別府市に向かっているというね、まあ、いつものコースをまあ走っているんですけどもね、綺麗ですよね、やっぱ山の景色を見ながらね走行していくのは。はい、ただ旅、ね、別府に向かうというね、なんかもうめっちゃこの緩い、あ、今明晩温泉に入りました。目的地ではないんですけどもね、ちょっと見てください、ね、はい、こちらね明晩温泉街でございますよ。サイドがね、あら、湯煙の町別府にありますね、まあ、温泉街の一つでございます。こちらねめっちゃ人気あるんですよ。あ、これ左側に見えてるのがね、岡本屋売店、ここでね地獄蒸しのプリンとかね、あの地獄蒸しのねゆで卵などなどがねいただけます。よいしょ、はい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 、別府に到着しました。でちょうど今もう遅刻何時かな、11時過ぎか、なんか結構お腹空いてきたな。しても目的もないので、どこかちょっと食事をしようかな。ねえ、観光で言ってもね、もうほんとこう温泉の街っていうかね、まあもちろんあちこちでね、あの源泉が湧き出ているから、この温泉楽しむにはもうほんと最高なね、はい、土地でございますけどもね、まずはちょっと食事と、で今日はねちょっといくら温泉でも浸かろうかな。
ぶらりぶらり散策ってね。あ、最近なんかね、グランピング施設がね、ここ妙満温泉街にねできたんですよ。でそれがどこら辺かと言いますと、あ、はい、別府保養ランドをね通過しております。ここで泥湯温泉で有名なんですけどもね、そこを通過いたしまして、もう間もなくねグランピング施設ができてるね、はい、建物がね見えてくると思います。あの左側ですね、左側にできております。はい、こちらにね、あの左側に見えてるのがね、はい、別府市にねできましたこのグランピング施設、まあ、温泉なんかも楽しめると、そしてまだこの別府のね、まあ、景色なんかも眺めながらね、ゆっくりこうキャンプ気分をね味わえる施設になっております。はい、では私このままね走行して、またねどこで食事しようかな。いや本当ね、うどんにしようかラーメンにしようか、それともご飯物でしようか今考えてる最中でございますけどもね、もうちょっとね今別府に入ってきましたので、ぶらりぶらりとしながら、まあね、まずちょっとお食事のところをね探します。はい、今ねラーメン屋さんがね通りに見えましたので、ラーメン食べようかなと思って、はい、今駐車場に車を止めました。うわ、あ、このあの上に見えておりますあの建物、これね杉の井ホテル、別府ではねむっちゃ有名なね、はい、ホテルでございますよ。でこのホテルの目の前にねありますこのラーメン、これなんて読むんかな、極まろ、極まろ590で、極まろというラーメン屋がね見えましたので、さっとね駐車場に入りましたけども、でもただむちゃくちゃ車止まってますね。え、はい、極まろラーメン、あーでもねだから今店の前で、ね、立ってるだけでむちゃくちゃいい香りがするんですよ。これ美味しいかもな、ラーメン好きな私といたしましては。はい、ではね極まろ店内に入ります。一人です。はい、どうも。よいしょ、よいしょ、はい、店に入ってきました。よいしょ、極まろとんかつと、このハードチャーハン餃子セットにしました。これもうまそうだな。
ごいぞ。目の前に杉の井ホテルがあるこの道路沿いの、はい、右角にはねダイソーもございます。そのここにある、ラーメン極丸、極丸ラーメン屋さん、はい、はい、今ねラーメン極丸さんで食べてきましたけどもね、ちょっと今ね目の前に見えております杉並ホテルからこうね映像を撮りましたね。ちょっと丁寧に撮らせていただきましたっていうのがね、いやもう私今何気にねこちらの店はほら別府市に入って、まあ散策旅ということでね、これからどこ行こうかなとか考えながらちょっと小腹も空いたので、でどこで食事しようかなと思った時にこちらこの極丸さんがねパッとこの目に入りまして、私豚骨ラーメン大好きでございますのでね、ちょっとね車を止めまして、はい、今ね食事してきたんですけどもね、いやこれマジねちょっと皆さんに伝えたい、極丸さんまずねボリューム満点でねめちゃ美味しい、美味しかった。でねちょっとね特徴がありまして、この豚骨スープの上にねあのちょっとしたからしが入ってるんですよ。でそのからしをこう混ぜることでこの豚骨スープがちょっとピリッとするんですね。でこちらあの自家製麺を使われておりまして、細麺ですね、うまかったうまかった。ちょっと店内じゃねおいしいって言えなかったので、今ちょっと私皆さんに伝えたいめっちゃおいしかった豚骨ラーメン。そしてね私はあの半チャーハン餃子のねはい、セットを注文いたした、注文したんですけどもね、半チャーハンなのに半チャーハンじゃないっていうボリュームで、そしてまたね、チャーハン、炒め方と味付けめちゃ美味しい。油で風味最高。ね。で、また餃子もね、ちょうどいい感じ、加減でね、焼けておりまして、中の具材、そして皮とめっちゃうまかった。いや、もう、まず大満足。ちょっとね、改めて、ちょっと皆さん見てください。こちらね、ラーメン極丸の別府鶴見店でございます。別府にね、
ふらっと立ち寄った際は、温泉なんかでね、温泉巡りなんか楽しんでいる際はね、昼のランチ、夜もね、営業されてると思いますけどもね、ぜひこちら、ごくまろで食べてください。いやー、マジめちゃうまかった。最高でございましたよ。はい、ということでね、ちょっともう動画もね、長くなると思いますので、ここら辺で切りたいと思います。はい、では最後までね、ご視聴していただきありがとうございました。これから、まあ、別府のね、散策旅、今、まあ、していこうかなと思うんですけどもね、次はちょっと温泉でも入りに行こうかなと、はい、考えております。ちょっと私のポロ車見て、ちょっと綺麗じゃない？今朝ね、洗ったんですよ。ブラシでゴシゴシこすってね、久しぶりに洗いました。よいしょ。いやー、でもマジでめっちゃうまかったな。はい、ごくまろさんでございましたということでね、散策旅と言いながら、まあ、どっか観光名所か、まあ、温泉かなんか皆様にね、ご紹介させていただこうかなと、こうね、あちこちキョロキョロしながら、私、こちら、別府までね、走行してきたんですけどもね、なんせ、ちょうど昼時だったもんでね、もうお腹がペコペコで、なんか声に張りもないでしょ、なかったでしょ、最初の方は。今もうね、飯食ったから。ラーメン食ったから、チャーハン食ったから、餃子食ったから、もうね、パワー、みなぎっとります。いや、やっぱね、人間食わんとダメですね。ではではね、皆様、ごきげんようということで、絶好調の荒木からでした。では、またねー。